アントロンは、三貫式の方向属ケトンである。セルロースの化学分析や、炭水化物の比色測定に使われる。無色の針状結晶であり、有点は、摂氏154度。アントロンは、アントラノールと、ケトエノール互い変異性の関係であり、有機溶媒やアルカリ性の水溶液中で加熱すると、エノール体である、アントラノールとなり、傾向を示すようになる。 硝酸などの酸化剤によって酸化されてアントラキノンを生成し逆にアントラキノンを還元させることによってアントロンを合成することができるアントロンはまたニベンジルアンソクコ酸と脳硫酸の反応によっても得られるアントロンは糖の定量分析に用いられるこれはアントロンが硫酸酸性溶液中で糖と反応して青緑色に定色する反応を利用したもので 濃度基地の溶液における発色と未知シリオンの発色を目視で比較する比色分析や急項高度計を用いた急項高度法によって糖の濃度を定量することができる。1946年にアールドレイウッドによってアントロンと糖との定食反応が発見され、1948年に D.L. モーリスがこの反応を糖の定量分析への応用を行い、 その後等の一般的な定量法として広く利用されるようになった。アントロンを用いた定量分析の利点として、単糖類のみならず多糖類においても処理を行うことなくそのまま定量することが可能である点などが挙げられる。しかしながら、等の種類によって急高度が異なるため、多種の糖類や炭水化物を含んだ環境水の分析を行う際には測定値の 精密性に問題が生じ、そのような資料では精密な分析値というよりは大まかな目安として活用される。ありがとうございます。